エスケエンマの誘惑。快感特通。車輪の下。ヘルマンヘッセ。その背中のホックが強く締まっていたので、ホックの隙間から少し下までうなじが空いて見えた。彼女は、 また身を起こした。その時、彼女の膝は彼の腕に沿って滑り、その髪は彼の方に軽く触れた。彼女の顔は悲んでいたため真っ赤になっていた。ハンスは全身に激しい身震いを感じた。彼は蒼白になり、一瞬、深い。 深い疲労感を覚え、圧っ機のネジに捕まらねばならなかった。心臓は、経廉的に、動き打ち。腕から力が抜け、肩が痛んできた。それからは、もうほとんど一言も口を聞かず、娘の眼差しを避けた。その代わり、彼女が脇を向くとすぐ、 まだ味わったことのない快感とやましい両親の入り混じった気持ちで彼女をじっと見つめた。この時彼の心の中であるものが貸し切れ遥かな青い海岸のある異様な魅力を持った新しい国が彼の魂の前に開けてきた。胸内の不安と甘い苦しみとが何を意味するか彼には まだわからなかった。せいぜいほのかに感じるだけだった。苦痛と快感と、どちらが大きいかもわからなかった。しかし、その快感は、彼の若い愛の力の勝利と、激しい生命の最初の予感を意味するものだった。そして、苦痛は、朝の平和が破られ、 二度と再び見出すことのない子供の国を彼の魂が去ったことを意味していた。かろうじて最初のナンパを逃れた彼の敬衆は今や新しい嵐の暴力と待ち構えている深淵と危険極まりない難礁の近くにはまり込んだのだ。最上の指導を受ける青年も ここを切り抜ける案内者を持たない。自分自身の力で、活路を見出さねばならないのだ。